はい。今回はキャッチフレーズ9つのテンプレートの中から感情的ベネフィットを伝えるという部分について解説をしていきます。感情的ベネフィットなんですが、機能的ベネフィットっていうのも一番目に出てきました。機能的ベネフィットっていうのは、あくまでも課題とか悩みを解決する機能を果たせば OK という風なベネフィットの切り口ですで。感情的ベネフィットっていうのは、もちろんこれ機能的ベネフィットと一緒なんですけど、自社の特徴とか強みでお客さんが嬉しいこと、 っていうのを中心にキャッチフレーズを組み立てる方ですね。できればこれは中長期的であって根源的な欲求にフォーカスするということですね。例えばもう分かりやすく言うと、チヤホやされたい、モテたいとかね、お金が稼げるよとか、そういったことですね。まあ、人間的なあわよくば、人には思ってるだあっては言いにくいけどっていう欲求をこのベネフィットとして組み込んであげるということですね。で参考例ですよね。まあ一気に挙げてしまいますが、やっぱりね、 モテるとか、チヤオヤされるとか、ね、周りから賞賛されるとか、お金持ちになるためのとか、モテる美魔女になるためのっていうね、美魔女ってして、特定してますけどね。まあ、こういうものを使っていきましょうということですで。こちらもね、一例に過ぎませんので、ご自身のビジネスだったら何かということです。で、これを、まあ、横滑りしてね、使っていただくのももちろんいいんですけど、ただ単にね、真似るというよりも、感情的ベネミットですね。で、感情的なものを、 拾うためにはやっぱり顧客分析、ターゲット分析をしっかりしてないと感情的に刺さるものができませんよね。その方の中長期的欲求とか根源的な欲求って何なんだろうなっていうのを分析した上で、この参考例をもとに組み立てていくと、まあ、より近づきやすいというか、本質に近いことが言えるんじゃないかなと思います。で、注意してほしいのは、感情的ベネフィット、例えばモテるとかお金持ちになる系の話を伝えてしまうと、 客室が落ちる可能性がありますね。これ一概には言えないんで、語弊があったら申し訳ないんですけど、こういうところに反応してくると、やっぱり客室が悪い可能性がありますね。ありますし、実際私たちのお客さんとか、私たちでも、こういうのに反応する層っていうのは、意外にね、例えばクレームが多かったりだとか、成果がね、に細かい、あの注文が細かいとか、ようことが起きてきますので、まあ、あんまりこう、集めたい客層と違うのであれば、 まああまり控えた方がいいかなと思います。まあ、参考までに感情的ベネフィットを使ってみてください。